第2回ゲノゲノの鬼太郎収録よ。はい、というわけで、今回は茨城県にございます霊土土浦店に来ております。はい、前回勝ちましたからね、ちょっとね。はい前回5万枚、までの今回達成するのは4万9638枚です。いや本当にこれゼロにしたいね。とりあえず今日1日で4万638枚にしたいね。とりあえずあと何回ですか収録。あと23回。あと23回。でもマイナス収支だとあと11回で終わっちゃうんですよね。なるほど。負けてる場合じゃないよね。まあ、正直ね、負けられないですよ。はい。まあなんでね、負けることに対してペナルティやった方がいいよね。なんです？まあちょっといろいろ考えたんだけど、はい。一回負けるのはしょうがないかな。あーなるほど。2連敗した場合事務所から、事務所から自宅まで歩いて帰ってもらおうかなと思って。それあなた回すんですよ。あで俺らはそんなこと知らないからカメラだけ渡すんで自撮りしながら帰って。あーなるほど。まあそんなとこかな。まず連敗は絶対しちゃ無理だと思うから。あで1個え3連敗したらとかないんですか。3連敗する気あんの。いやないです。ない、まあ、ないでしょ。ないんで大丈夫です。ないでしょ。とりあえずはまあ2連敗。あでも3連敗はあるのか普通に。そして考えといた方がいいな。3連敗した時の場合も。そうですね。それはそう、うん。なんで俺そんなこと言ったのかと思ってますね。じゃあ分かったかな。とりあえず1敗はセーフ。1敗はセーフ。2敗目は歩いて帰る。歩いて帰る。歩いて帰ろう。そう。3連敗した場合は。3連敗した場合は。まあ相応の覚悟はしてる。怖いですね。さあというわけで、残り 49,638 枚を目指して私鬼太郎第2回の収録やってきます。今日は凱旋打ちます。昨日しっかりと下見してきて大当たり終了で閉店してる台があったのでそれを一番狙いに行こうと思います。何よりゲノゲノ鬼太郎目標5万枚ですので今日万枚出してちょっとでも早く5万枚返せるように頑張りたいと思います。さあ釣ります。あれはい、今朝一バジリスク絆の方見てるんですけど、まあ、BT の初当たりが軽いですね。ワンツースリーもう開始まだ5分10分なんですけどすぐ ART 当たってますね。とりあえず朝一はこちらのお店さん今絆からバッて埋まってその後大時計が埋まったんですよ。で現状今凱旋もがっつり埋まり始めてる状態なんでちょっと早めに移動できるうちに状況だけ見たいです。下見した時にこちらのお店さん角身が強いっていう情報を常連さんが言ってたのでなので朝一変更判別、大当たり終了の台を打って、前兆らしきもの来なければ角に移りたいと思います。はい、というわけで朝一番は、ミリオンゴッド神々の凱旋からスタートします。朝はリセット判別、まあ、狙いとしてはもう510ないしは1000ゲームの、リセット天井を狙いたいんですが前日下見した時にハマってる台っていうのがなかったの で唯一あったのが変更判別できる、GG0 ゲームやめっていないがあったので、まあ、これからちょっと打ってきてただ今現状何の煽りも来てないんで、まあ、リセット据え置きではないです。
いう判断を取りたいと思います。他の台全体的に見て五大島の角にが当たっております。早い段階で、なんで天国準備にいて天国に上げて当たったと考えるのがいいのかなと。と考えると据え置きというよりはやっぱりリセット傾向が強いのかなと思って他の台を見たんですけど、絆も、半分以上の台が朝一の BC で BT に上がっていたり、他の置き時の島も強いんですけども、置き時の島も、朝一チャンスの200ゲーム以内の解除が非常に多く見られたので、まあ、リセットに期待していいんじゃないかなと思ってます。なんで朝一は本当510で引っかかればラッキー、まあ、1000まで行って最悪は本当据え置きだった場合、ただまあリセット傾向が強いと信じてこれは1000ゲームまでしっかりと打ち切ろうと思います。はい、そんな感じのリセット状況でしたので、ここからは天井までのしばしのお別れになります。それでは皆さん天井でお会いしましょう。フナッシーって出たんだよね。274で505 101。あー、もういよいよこれは通常以上にいるんではないでしょうか。そうですよ、現在758ゲーム、投資が43,000円です。あ、よかった。何ですか？僕のハートが雷に打たれました。現在761ゲーム。一応ゴッドの可能性もありますからね。行きます。いやーいやー、まずは気を取り直してここでキナナ5連を出せばいい。なんならキナナ8連をすれば元は戻ってきますから頑張りますよ。1回目の GG は296枚で終了です。さあ連チャンを願って、まあそうですよね、通常以上にはいるのかな。うん、状態は今いいですね。ここで一発中間キナナあたりで天国に上げて当てたいですね。レア役来ましたね。
体はいい。ここはちょっと仕留めたい。41ゲーム GG でございます。いやー幸先助かった。大丈夫です、ここから永続的に出るんで閉店まで。アメージンググレースがなぜか流れる、流れろ、むしろもう怖い。やはり5万枚を目指す上で凱旋をチョイスしましたけども、凱旋を打つということ自体がやはり僕は怖いです。不要にポンポン打ってるわけではないんですよ、本当に達成をちゃんとしようと思って僕は凱旋をチョイスしてるんです。その気持ちだけは汲んでください。はい、2回目のゴッドゲームは、累計で516枚獲得です。7、2連状態で、ちょっと同じような展開でまたレア役を引いてぶち込みたいですね。花子、花見なんですけどね。風3連消灯、ああ807、これで7めき7、19ゲーム7めき705。いやーちいぞー、ここは何としてもゲーム数を継続させたい。1回目いきます。このまま揃ってもいい。2回目、あ、多分これ V いますね。3回目、あ、いやまだわからないです、まあ、全然いいです、全然いいです。一番いい当たり方してますよ今のところ。はい、24ゲーム GG です。白、まあ、普通にストックがあったという考えでいいと思います。正直状態が良かったんで、いい状態で普通に当たったという場合も考えられると思いますが、まあどちらにしろ結局3連目ですから投資分の半分は戻ってくるかなと思います。はい、3回目の GG、合計枚数857枚で終了です。さあここはもう1個ぐらい欲しい。リプレイ来い。残念、
とりあえず投資分の半分ぐらいは回収できたんで、もう一回ちょっとゴッドを追いたいんですけどね。自分の台以外で朝一台があれば。はい、32ゲーム消化して、ストックはなしと。見た感じ状態もあまり良くなさそうなので、一旦周りを見たいと思います。一番左の台がアメージンググレースを流してますね。やっぱカード稼働にが強めですね。今現状全然わからないですけどね。実際こちらのカード2の台が、でもゴッド引いてないんですよね。ゴッド引いてないでここまで伸びてるという中で、何で当たったかわかんないですけど、まあ、こちらも島カード2の台が強めになってます。うわー、絆コーナーなんですけど、絆出てますね。やっぱ絆もパッと今データ表示見ていただければ、カード2が出てると。はい、ちょっと店内の方回ってたんですけど、00の312ゲームの凱旋が開きましたので、また朝一天井狙い、リセット天井狙いをしたいと思います。あるよ、風ならあるよ。はい、あー、とりあえず G ストップは確定です。はい、2番目。あ、普通にね。はい、じゃあここから G ストップです。7を揃えられるように頑張りますよ。最後鏡結構、まず鏡を当てよう。いいね、よし先輩。 V がいい、 V で、で V 揃う。有言実行。さあこれで、投資が300枚ぐらいか、300枚照らして456ゲーム G ストップから V 揃いでございます。いや、うまい、これはうまいよ。さあいきますよ。やっぱり言葉というものは魂がこもってるんですよ。だからマイナスのことを言うよりは、当たる、勝てる、5万枚達成できるって思うだけで夢が叶うわけです。いや、びっくりしたね。びっくりしたよ、本当揃うと思わない。いや、よかった。めちゃくちゃよかった。もう一時はどうなるかと思いましたよ。いや、本当安心した。1回目の GG は256枚で終了です。あと2つあるんで、この2つのうちに何とかしたいと思います。リップ2連、お、3連、あと1回。よし、リップ4、もう1セットいこう。リプ5で、ここでもう一回リプレイを取れればいいでしょ。そうすると G ストップが事実に出てくる。あ、まあ、とりあえずここで G ストップが出てくると。あ、リプレイだ、リプレイ7連。とりあえず G ストップ×
バシッと消化したいと思います。7あるよ、7、135、イナゴ、27、惜しいな、あと2回鏡が来ない。 V 来た、で V 止まる、いいよ、 V でいい、 V でいい、ラスト5、残念、残念。あ、とりあえず GG ストックもできたんで今のものにしたかったですけどね。さあ気を取り直していきましょう。はい、4セット目、1054枚で終了です。さあこれが最後のセットになります。今目に見えてる限りでは、あれ大丈夫だ、には行くんで、 Gストップに行ったってことは、まあ、とりあえず押します。ゲーム4個やったうちの先ほどのリプ6連の、リプ5連か、リストリプ5連の、Gストップになります。さあ7あるよ、 S、 よし、あ、パン一本、鏡、よし鏡、鏡、よし、よーし。さあこれで一番欲しいのは VS、 S がいいよね、SGG エクストラに入れてまあまあ狙えるから。いきますよ、 S、 よし、北郎さんうまいんですよ、やるときはやるんですよ。じゃあいきましょう。さあ、GG4 回目終わった後の、一発目の G ストップは赤7からスタートでございます。いきます。さあこれでまずやることはメデューサ入れること、まあ、もちろん赤沼バンバンするのも大事ですけどね。いきます、ここ行かそう、よしよし、で鏡で、まず1個で、ここで特殊抽選も受けてます。いきます、よし、神の雷、これはあるんじゃないですか。あ、これ下段だとね確定なんですけどね。 OK、 斜め、 OK、 3個目いきますよ、ただ目標は大きくエクストラに入れることですから、まずはレア役を引いてメディーさんに入れると、もうちょい頑張らせて2個揃えよう。あー残念、まあ、上出来です、1発目の赤7入れて、計3個ストックしました。
さあこの5回目の、ボンドゲーム、まあ、先ほどの赤菜からですね、やっとトントンになりました。いや長かった。ここからはプラス息ですのでバンバン乗せていきたいと思います。はい、ゴッドゲーム7回で、トータル2065枚の獲得です。さあこの後がストックがあるのか。お、鏡、おー、鏡、あー残念。はい、ああ G ストップの煽りですね。先ほどのリプレンの時の、G ストップ2個目でございます。では目標は7を揃えることで頑張ります。V、V、V サイン、V サイン、あー、 V、V、V サイン、2度目の正直、V サイン、よし、V サイン、まだある、まだやりますから、いきますよ。S、 お、もう一回 S できる？ S、 S、 これ S 止まりますよ。はい、よーし、これが鬼太郎です。さあ V サインで1個乗せてもう一回 SGG です。さあここから SGG エクストラに入れて万枚へチャレンジしたいです。いきます。まずはボタン3番目チャンス。バナナ残念で1回煽りが出ちゃったんでここからはもう揃えるしかない。いやー、せっかくのチャンスものにしたい、ものにさせてください。レア役を赤7、あー残念。いや上出来でございます。赤7空1個分と G ストップで、V サイン分計2個でございます。よし、キナナ4連、このまま行こう。キナナ5連、よし、もう一回来い、もう一回来い、残念、もうでも十分。これで1個上乗せなのでゴッドゲーム11セットまで確定と。はい、10セット目2898枚で終了です。さあここから、ここは当たります。あ、すいません、勘違いしておりました。11連目まで確定ではなくて、9連までは確定して、10連までは行くという状態でした。で今10連も紹介して、ストックがなかったので1回落ちてます。ただもちろん32ゲームまで回してあるかもしれないので、
実際どうなのか見ていきましょう。今リプレイ2連してるんですよね。ああ残念。お670、とりあえず今32ゲーム超えたんですが、ちょっと出目がおかしかったんで、その状態見てからやめたいと思います。はい、ということで、出目で引っ張られてしまったんですけど、現在87ゲームで一旦やめて、他の台見て回ろうと思います。あ、凱旋コーナー他に打てそうな台があればいいんですが、もう時間は何時ですか。3時45分、もう0-0の台はもうないですね。でも凱旋全体的に出てる傾向があるので粘りたいのは山々なんですけど、ちょっと他にもっといい台がないか探してみようかなと思います。おお、取った。よし、ちょうど32ゲームびっくりした。はい、BB から50ゲーム ART を消耗しまして263枚になります。はい、というわけで現在の時刻が、6時35分。先ほどから番長が終わってから少し店内を見回ったんですけども、めぼしい台もなく、やはり5万枚目指す上でバシッと勝ちたいので、現在の投資が33,000円、持ち玉が3139枚、プラス3万円ぐらいの状態です。でそこでもうここで勝負をかけたいなというところで、本日3回目の天井ごと狙い、こちら666ゲームと、まあ、これに関してはギリギリの期待値が出る状態でございます。それこそ94円とかそのぐらいのレベルだと思います。ただ僕が今欲しいのは万枚です。ですのでもうこれ天井行って5000枚でも持って帰れるように今日は頑張りたいと思います。660ゲームの斜め木7から騒がしくなってまいりました。はい、860ゲーム中断リプレイ。これはいいですよ、このボタンはいいですよ、いいボタンですよ。じゃあまずプッシュをしますね。一番上、ああ3番目でございます。チャンス、お残念。はい、ここからしばらく長い旅路になりそうですので、現在880ゲーム、皆様とお会いするのはこの後、天井でグッバイ。遅れましたね。ただ正直状態が今いいので、まず押してみようか。まあそうですよね。さあ勝負どころですよ、いきます、うん、これに関しては分かってたからね、ちょっとまあ通常以上にはいるでしょう。ただ問題はここで当たっていいのか。いやダメ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 、だって僕今日万枚勝つためにこれ選んだんだから、万枚では時間的に無理だな。5000枚、2000
3000枚出すために今こうやって打ってるんですから、目指すところはやはり天井 80% ループ、やっぱそこに、そこを肝に銘じないとダメですね。 VOO でここでレア役集団リプレイ、当たっちゃうんじゃないかこれ、大丈夫か、大丈夫か、あー、いやー、いやだよ、現在800枚投資ぐらいですか、いやーいるなー、これこれいるなー、はいはい、あれまだ、はい、1031ゲーム、投資が約800枚程度になります。まあこっから頑張ろう、おっしゃった、はい、初回のゴッドゲーム318まで終了です。さあここから奇跡的に連チャンがあるように祈りましょう。行きます、お、鏡、残念、いてくれ、はい、というわけで凱旋続けましたが、34ゲームで一旦ここでやめたいと思います。他の台見て回ります。はい、というわけで現在の時刻9時29分です。凱旋が終わった後だいぶ店内は終わりましたが、打てそうな台がなかったので少しでも増やせるように A タイプの島に来て、まあ、花火を打とうかなと思います。で現状の合算なんですけども、147分の1と一応設定6の水域になってます。ただいかんせん花火は子役外れと見ないと設定推測できないので、まあ、一応プラスにもなってますので、現状の花火の島の中では一番いいのでこちらを打ちたいと思います。おお、さあ斜め氷かボーナスでございます。斜め氷でございました。こんなところで引くかね、久々見た、よし遅れましたね、どうしようか、お当たりました、リーチ面見ましょうか、はい大通り一面、はい、だいたいね今のは化けなんですよ、おビッグです、ラッキー、綺麗ですね、何ゲームですか、はい344ゲームドンビッグです、まーす、どうなんだっけ、
すいません、すいませんでした。よし、いやー嬉しい。いきます。何が当たってるかな。これビッグだったらいい音聞けますよ。まあでも花火ゲーム中の連チャンなんで3ゲーム、3ゲームレギュラーボーナスです。はい、気を取り直していってみましょう。今ちょうど、今ちょうどプラマイゼロよりちょっとプラス50枚ぐらいプラスの状態に上がってまいりました。このままもう一個ビッグぐらいいただけると結構でかいんですけどね。はい、というわけで、現在の時刻10時半ということでタイムアップになります。ビッグボーナス化け2連チャンの分の400枚ぐらいのコインが全部飲まれて、まあ、こういう感じで320ゲームハマっております。まあ、結果は本日通していい実戦だったんじゃないかなと思いますので、結果はエンディングで。はい、実戦終了。はい、というわけで第2回ゲノゲノ鬼太郎の収録は、実戦終了いたしました。もう辺りも暗くなりまして、店舗さんの、街灯もですね全部消されてしまって、こんなちょっと暗い中ですけども、ちょっとお付き合いいただければと思います。まずはじめにですね、実践結果から、ご報告させていただければと思います。投資がですね33本、47枚交換ですので、1551枚コイン換算で、で回収が2310枚ですので、3枚プラス759枚のプラスでございます。いや強い鬼太郎、強い強い。ということでですね、今回は、2連勝ということで非常にいい実戦になりました。はい、どん。5万枚まで残り48,879枚、残り実戦22回ということで、そしてここからそうですね、結構今日頑張ったんですよ。皆さんご覧になっていただいて分かると思うんですけど、果敢にやっぱ5万枚をチャレンジするためにゴッドにガンガンいったんですけど、まあで結果プラスで終われたんでよかったんですけど、変わってないよね。48,879枚ですから、22回、平均してだいたい2221枚、1回あたり出さないといけないと、まあ、大体2300枚ぐらいですね、出さないといけないという状態でございます。もう結構追い込まれてますね。5万枚目指すだけでも追い込まれてるんだけど、いざじゃあこうパンって出されて残り1回ごと2300枚ですって言われると、ちょっとやべえんじゃねえかなと思うんです。ですが、まあ、正直1回万枚出しては5回分チャラなんで、なんでそこちょっと、まあ、ちょっとやっぱり今後凱旋とか、まあ置き時だとか、ちょっと一発で爆裂でギャンっていくやつをちょっと狙っていけばなんとかなるんじゃないかなっていう前向きな気持ちでいきたいと思ってます僕は。よいよいよいよ、もうそうよ、僕負けられないから。で負けるつもりないから、1回負けたらアウト。じゃあ僕から一つ提案です。で僕1回負けるごとに次の収録に遊びに来てくれたお客様に、もう誰でもいいです、僕のこと知らない人でも声かけてくれたらジュース1本必ずおごります。そう、鬼太郎ですか、あそうです鬼太郎ですって、そう青い鬼太郎いいですね、キーワードは青い鬼太郎で、トントン青い鬼太郎で、うん、そうです、あおごりますってはい、出ました。おお、プラス330人の方がフォローしていただいております。
というか知らない人が多いかもしれないんですけども、私ですね収録当日にですね、ツイッターをやっておりまして、リプライを飛ばしていただけると私が返答いたします。で内容に関しては、私への質問感想誹謗中傷まで、何でもどしどしカモンということで、収録当日に、リプライを飛ばしていただけば番組内でそれを、一部抜粋して使わせていただきますので、ぜひとも、リプライを飛ばしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあ次回はですね、凱旋を実践したいと思います。いやちょっと次回はですね同じホールさんで実際収録日でいうと来週収録しますので、もう今回ちょっとリベンジですよね、凱旋リベンジですので、もう朝一からもやっぱり天井狙ってね、本当なんなら今日一番左角の男の人が朝一天井行ってそのまんま1万1000枚ぐらい出てたんですよ。あれをまさに俺が今日やりたかったことなんですよ。で今日ぶっちゃけ今日実践見ていただいて全部天井を狙いして全部天井一回も行ってないんですよ。なんでまず天井に行ってからお会いしましょうっていうのを言いたいんですよ、目標にね。では次回もぜひぜひ見てください、よろしく。なんだ俺、試合中に何でスマホなんか見てんだ。別に見てもいいじゃねえかよ。てめえどうせエッチな動画でも見てたんだろ。もっと今見てんだよ。うるせえばか、俺の稼いよ。やめろやめろ。ああこれは今超便利だって噂のジャンバル .tv 新着アプリじゃねえか。人物タブを利用して好きなメンバーの情報だけを見ることができるんだってな。さらにスワイプ機能搭載によりページ移動が簡単スムーズなんだって。それにプッシュ通知機能でジャンバリからの大切な情報をお知らせしてくれるって話じゃねえか。俺のスマホにもこのアプリを入れやがれ。分かったから話してくれ。